ぶりに再開しました。観光施設は入場者を通常の 30% 以下に抑えなければいけないため、当面は予約制で1日5000人に入場を制限します。再開に合わせて周辺の土産物店なども営業を始めました。総務省が発表した東京23区の4月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が1年前と比べて 0.1% 下落しました。マイナスになるのは3年ぶりです。品目別ではガソリンが 8.1%、 ホテル代などの宿泊料が 7.7% 下落しました。その他のニュースは番組の後半でお伝えします。中国への報復を示唆、新型コロナで米中対立が激化。世界同時発売の当日、ゴールは店頭にいた。 The product arrived in Japan today, sir. In the evening. それなのに検品まで済ませて全国250の店舗に届けギフトは。 It's a power of X. 物流のこれからを変え、佐川の X、X Frontier、24時間